9月2日、正木町津々井の正木総合文化センターで第3回正木町健康づくりフォーラムが行われました。食べる力をつけて人生100年時代の健康寿命を伸ばすをテーマに、子どもから大人まで幅広い年齢層に食べることを考えてもらう機会として開催されました。この日のステージイベントでは、テレビや YouTube で話題のベリッシモ・フランチェスコさんら3人の料理研究家がクッキングショーを披露しました。電子レンジで加熱すると痛みが9倍に留まってくれる。正木町で作られた裸麦や裸麦味噌を使って美味しく簡単に作れる朝食やお弁当のおかずを実演で紹介しました。体験イベントでは、歯科衛生士会による滑舌測定や骨密度や筋力チェック、また学生団体による遊んで学べるカードゲームコーナーもありました。食べる力をつけて人生100年時代の健康寿命を伸ばすというコンセプトのもと、人生100年時代の今、生きる上で食は必要不可欠になります。私たちはたくさんある食べ物の中から選び調理して食べています。生き生きと生き、生涯にわたって心も体も健康で質の高い生活を送るために、食べる力イコール生きる力を育むことが大事かと考えます。子どもさんから大人まで幅広い年齢層に食べることを考えてもらう機会として、健康づくりのための食をテーマに、今回実演や体験も取り入れたイベントになっております。また健康づくりのための食と食の大切さと合わせて、美味しく食べられるための口腔ケアを学べる機会ともしております。栄養水品で料理しとるんですよ。あ、そうなんですね。なおさらすっごい興味があってね、食パンのね、トーストとか、あんなんだよね。中野さんのお弁当とか、あんなすごい興味があって、参考になりました。ありがとうございました。健康が一番いいけど、太っとるけどな。健康の一番、食生活はいつも頭に入れとる、うん。今日はお肉だけ、明日お魚とかね。裸向きが、あれが一番おいしい、うん、あれが出てからあれ切るよ。昔の食事がいいね、うん、健康づくりターンを目指して、健康づくりのための食をテーマに行われたイベントとなりました。